触れなずむ幽谷の中に横浜橋商店街のアーケードがひときわ浮き出ています。今日は酉の市、二の酉にあたります。大通公園両脇の車両道路は全面通行止めとなります。そしてその両脇には数多くの出店、屋台が並んでいます。行き交う人も非常に多いですね。家族連れや若者が連れ立って歩いています。屋台の多くは食品を扱っています。こちらは牛ステーキですね。焼き鳥やイカ焼きもありますね。大変いい匂いがしてきます。どれも美味しそうですね。はい、こんにちは、並木道夫です。私は今ね、地下鉄の坂東橋の駅でおりまして、こちら左手が大通公園になるんですけれども、車道の上を歩いています。ここはね、現在交通止めされておりまして、一般歩行者通れますね。歩行者天国のようになっています。今日はね、琴平大通神社の酉の市、今日は二の酉ですね。酉の市というのは11月の酉の日に行われるんですけれども、1の鳥、2の鳥、3の鳥とありまして、今年はね、3の鳥まであります。今日は2の鳥、16日ですね。これからね、あの酉の市の様子を、見に行きたいと思います。でね、今ね、夕方の4時半過ぎなんですけれども、ちょっと早いかなと思って出てきたんですけれども、もうすでにね、大通公園の両脇には屋台がずらりと並んでおりまして、もう人出もすごいですね。駅、坂東橋の駅を出たところから人の波が続いています。一の鳥の時は大変な人出だったんですけれども、今日は二の鳥なんでそれほどでもないかなと思ったんですけれども、そんなことはありませんね。やはり多くの人が出ています。それでは横浜橋商店街と並行して走る大通神社前の道を入っていきたいと思います。画面の右手の建物の向こう側が横浜橋商店街となります。この酉の市、コロナで何年か休んでおりまして、去年は開かれたんですよね。ただ人出は今年の方が多いようですね。まだ夕刻なんで小学生ぐらいの子供もたくさんいます。子供にとってこの世界は非常に楽しいものでしょうね。屋台は全部で何軒くらい出ているんでしょうね。この通りだけでも多くの屋台がひしめくように軒を連ねています。屋台は食べ物だけではなく、金魚すくいや射的もあります。昔は縁日でもありましたけれどもね、なんか久々に見ましたね。射的などは子供用に景品も当たりやすくしているみたいですね。もちろんお酒もいろいろと取り揃えられています。でもこういうところで飲むのはやっぱり生ビールですね。焼き鳥や唐揚げをつまみにグビッと行きたいところです。大通神社に着きました。鳥居を囲む提灯の照明が大変鮮やかです。この辺りは大変な人混みですね。鳥居の左側にはお参りに来た人々の列が奥の方まで続いています。はい、今ね、大鳥神社の前にいるんですけれども、すごい人出ですね。参拝者がね、もうすでに、列をなして並んでおります。前にはね、両脇に屋台がずらっと並んでいるんですけれども、その人混みも非常に多いですね。この大鳥神社はもともとはですね、横浜の開港当初、今の横浜スタジアムのところに遊郭があったんですけれども、その遊郭の中に岩亀楼という大棚がありました。そこの店主が佐藤佐吉という人で、その人がこんぴら大権現ですね、こちらを勧請いたしまして、この神社を創建したということです。ですからね、創建は江戸時代の終わりか、明治の初め頃になるかと思います。遊郭の編成によりまして、神社もですね、何箇所か場所を移して最終的に、こちらの方に落ち着いたようですね。大鳥神社も遊郭の変遷とともに場所を移しました。明治15年頃、高島遊郭が廃止され、当地に遊郭が誘致されました。それが真金町、永楽町を中心とする永新遊郭となりました。その際、大鳥神社も当地に遷座されることになります。酉の市はすでにその頃から行われていたようです。ですから横浜でも長い歴史を持つ祭りなんですね。もともとは開運守護、商売繁盛を願う商人や花町の祭りでした。この近くには伊勢崎町商店街もありますね。
近辺の商店の方たちは商売繁盛を願い大きな熊手を買い求めます。屋台の中でも行列のできる人気店があるようです。こちらのお好み焼き屋さんは看板の通り大変な行列ができています。鉄板の上で香ばしい香りを上げながらお好み焼きは次々と焼かれていきます。その見事な手際を見ているだけでも面白いですね。屋台は焼きそば、お好み焼き、たこ焼き、あるいは焼き鳥など鉄板焼きや焼き物が多いですね。この通りを歩いているだけでも左右から美味しそうなソースやタレの香りが運ばれてきます。こちらのお店ではカルビ牛を串で焼いています。この屋台にも行列ができていました。こちらの屋台のお好み焼きはキャベツがこんもりと盛られています。これも大変美味しそうですね。たこ焼きの屋台から非常に美味しそうな匂いがしてきました。見た目も美味しそうですね。このたこ焼きをいただきましょう。一つください。はい、塩だれとソースが美味しい。ソースで。マヨネーズかけても大丈夫。たこ焼きを一つ買い求めました。これは家に帰ってからビールのおつまみにしましょう。屋台はね、坂東橋、横浜橋商店街の入り口から、長島橋までずっと連なってますね。大通公園の両脇だけでなく、真金町とか、その街中にもね、ずっと屋台が連なってます。もう数え切れないぐらいいっぱいありますね。日も暮れてきましたが、今日はあまり寒くはありません。夜出歩くにもちょうどいい加減ですね。さて、大変な人出なんですけれども、この辺りはまたひときわ多くの人の波が見られます。この通りの左側には熊手を扱う屋台がずっと広がっています。これは屋台というよりももうテントのようですね。店と店との間には仕切りは特にないようです。それぞれ提灯で屋号が示されています。どの店にも大きな熊手が天井にまで並べられていますね。熊手を求めるのは商家の人たちばかりではありません。一般の人たちも思い思いに熊手を買い求めています。酉の市の熊手ですからご利益はありますね。店頭には大きいものから小さいものまでいろいろな種類の熊手が並んでいます。初めて熊手を買うときには小さいものを選びます。それから毎年徐々に大きいものに買い替えるといいそうです。一度大きいものを買ってしまうと次の年にはそれより小さいものを買うことはできません。また熊手を買うときには売り主と値切りの交渉をするそうです。縁起物なのに値切りとは意外と思われるかもしれませんが、値切った分はご祝儀として売り主に渡すというのが粋な買い方だそうですね。売買が成立すると店頭ではよよいのよいという威勢のいい掛け声が聞かれます。あたりはすっかり暗くなってきました。今6時ぐらいなんですけれども、先ほどより人は随分増えてきましたね。酉の市のピークはこれからのようです。はい、ということでね、酉の市の様子を見てみました。こんなにね、大勢の人たちが出るとは思いませんでした。もう非常に盛況ですね。でこのあと、三の鳥が28日にもありますので、その時もね、また人出が予想されると思います。一応この動画は11月27日日曜日のアップを予定しています。その翌日が三の鳥になりますね。興味のあるお方は散歩がてらに出かけてみてはいかがでしょうか。さて、二の鳥からは数日が過ぎました。ところ変わりまして、今日は馬車道に来ています。チャンネル登録者数1万名様突破を記念して、娘たちと食事会を計画しました。場所はこちら、馬車道通りのステーキドーム横浜セリナです。店は9階にあるんですね。ステーキドームということで、今日は肉料理のコースをお願いしました。9階の窓からはみなとみらいの高層ビル群を眺めることもできます。今回はチャンネル登録者数が1万人突破ということで、まあ、それを記念しての食事会となります。おかげさまをもちまして達成することができました。これまでね、チャンネルを見ていただいた方、そ
それから登録していただいた方、いいねやコメントをくださった方、本当にありがとうございます。でこれからもね、これまでと同じようにチャンネルは進めていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、これから鉄板焼きをいただきますのでね、出てきたお料理も、簡単な紹介させていただきます。それでは乾杯しましょう。グラスを持ちまして、はい、なんていう、なんていう なんていう、乾杯でいいじゃない、ただの乾杯でいい、乾杯、おめでとう、おめでとう。こちらはコース料理のオードブルになります。続きまして紫芋のスープが運ばれてきました。フカヒレですね。こんな風にして食べるのは中華街の食事以来ですね。そして柿のサラダです。赤い実は柿ですね。こちらが本日のメインです。牛ヒレ肉ですね。まあこれは見た目からして間違いないところです。鉄板の上で肉は手際よく焼かれていきます。こんなに高いお肉を食べることは私の生涯においてめったにあることではありません。しっかり味わっていただきましょう。これは軽く塩をかけるだけでいいですね。ガーリックをのせていただきます。はい、ということで今日はセリナで鉄板焼きをいただきました。今ね、食事が済んで席をラウンジに移しまして、最後のね、コーヒーをいただいているところなんですけれども、大変美味しくね、食事をいただくことができました。一言なんかない？一言？なんか、なんでもいい、なんか、いつも見てくださりありがとうございます。これからもよろしくお願いします。リスル？いつも見てくださりありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ということでご挨拶もさせていただきました。どうもありがとうございます。さて次回の動画なんですけれども、チャンネル登録者数1万名様突破を記念して、なんと箱根二区を歩きます。これは決死の特別企画と言っていいでしょう。正月の風物詩である箱根駅伝、その中でも花の二区と言われる鶴見中継所から戸塚中継所まで距離は 23.1km、 これを完全踏破いたします。途中で行き倒れになる恐れもあるやもしれません。果たして全行程を歩き通すことはできるのでしょうか。それでは今回もご視聴いただきありがとうございます。次回配信、箱根二区を歩く、ぜひお楽しみに。